んこんにちは、京都ネット TV 森田恵奈です。さあ今回は阪急河原町駅から徒歩3分のこちらの木屋町通りのスポットにやってきました。観光客の方もたくさんいらっしゃるこの場所にとっても素敵なお店、こちらです。ハワイアン和牛ステーキダイニングハレさん、こちらを見つけたので紹介したいと思います。ハワイアンで和牛ステーキってすっごく珍しいですよね。一体どんなお店なのか、なんかのお店の中もすごく素敵な雰囲気が漂ってそうなので早速行ってきます。ハレさんの店内にお邪魔してきました。では店長の北村さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうすっごく素敵な店内ですね。どうもありがとうございます。こちらのお店はいつぐらいからされているんですか？2011年の8月8日にオープンさせていただきました。ということは1周年を迎えてしばらくっていう感じでしょうね。そうですね、今1年と8ヶ月、営業させていただいております。京都でハワイアンのお店ってすごく珍しいなと思うんですけれども、出店のきっかけなどを教えてください。ハワイアンを出させていただいた理由としましては、まあ、京都に、数少ないということが一つですね、はい、あとこの木屋町あたりにもハワイアンの店がないという理由で、ハワイアンの店を出させていただきました。外を、ね、歩いていてもハワイアンのお店ってとすごく目を引きますもんね。そうですね、なかなかないと思うんですけれども、はい、そうですね、珍しいと思います。はい、はい、そしてね、店内もすっごくおしゃれなんですが、この家具などもやっぱりこだわっていらっしゃるんですよね。そうですね、やはりハワイアンということで、南国をイメージした、家具であったり、店内をそのような照明で、飾らせていただいております。そう、家具もなんですけど照明もすっごいおしゃれで、いろんなところに目が行くんですが、はい、店長がちょっとここは見てくれっていう店内のポイントはありますか？そうですね、他店にはない、ペアシートというのを用意しているんですけれども、はいはい、カップル、あるいは男性2人でも結構ですけれども、はい、2名様でご利用いただける2人だけの空間というのをご用意しております。入り口入ってね、右手にあるんですけれどもね、ここすごい、なんていうんですか、ちょっと完全個室ではないんですけれども、2人のお話に花が咲きそうなすごいおしゃれなスペースですよね。そうですね、たまにこうカーテンを閉めてくれなどとおっしゃるお客様もいるんですけれども、それはお断りさせていただきます。なるほど、ね、若干空いた感じでね、楽しんでいただきたいなと思いますね。そうですね、2人だけの空間を楽しんでいただけるように少し間が空いている方がいろいろ話も弾むんではないかと。きっとそうだと思います。はい、で今ね、カップル席のね、カップルのお話はあったんですけれども、どのお客さんが来られるのが多いんですか？そうですね、やはり20代前半の お客様がカップル席には多いですね、はい、あと、若いお客様から、うん、働き盛りの男性までいろんな方が来ていただきます。そういった普通にご飯を食べに来るこちらのお店の使い方はもちろんなんですけれども、イベントなどにも使えるんですよね。そうですね、今のシーズンですと歓送迎会でご利用いただいたり、夏には納涼会、あとやはり冬には忘年会といった形で、少人数の貸し切りもやらせていただいております。少人数で貸し切れる場所ってなかなかないですから、それ嬉しいですね。そうですね、12名様からご利用いただけますので、当店ならではの特別企画ということでご利用いただけます。本当に硬いイベントから柔らかい、ね、お祭りのようなイベントまで使えるということですので、ぜひご利用ください。そしてね、ハワイアンのお店ということでやっぱりメニューも気になるんですけれども、はい、ハワイアンって言うと私ロコモコとかパンケーキとかが思い浮かぶんですが、どんなメニューがあるのか教えてください。そうですね、ハワイアンのメニューといたしましては、まあ、代表的なロコモコ、うん、あとガーリックシュリンプ、はい、アヒポキ丼と申しまして、マグロとアボガド、玉ねぎを使いました丼。おいしそう。あと、まあ、今おっしゃっていただきましたパンケーキなどですね。もうこれは女子全部好きですからね。そうですね、やはりアボガドなどは女性に大人気ですし、あとサーモンを使った生春巻きなんかも人気のメニューの一つです。
あとね、店長、私入り口ですっごい気になったんですけど、めちゃくちゃ美味しそうなお肉の写真があったじゃないですか、はい、あれは一体どういうことですか？ハワイアンの店ではあるんですけれども、当店では、和牛を使いましたステーキをお出しさせていただいております。なぜ和牛なんですか？はい、私が以前、前職で滋賀県で、近江牛をさばいている仕事をさせていただいておりましたので、はい、それを使いまして和牛を使用させていただいております。店内のね、ボードに見慣れない部位のようなお名前もあるんですけれども、はい、そうですね、希少部位と呼ばれる牛は1頭500キロあるんですけれども、はい、その中から2、3キロしか取れない部位も厳選して使用させていただいております。実際に何ていう部位なんですか？今日なんかは貝のみという部位であったり、人気のある部位ではラムシンという赤身のお肉ですね。これ皆さん人気がございます。じゃあもうお肉が大好きな方にはたまらないですね。そうですね、大変好評いただいておりまして、晴れならではのステーキを召し上がっていただければと思います。だってこうね、和牛ってやっぱりちょっと形式ばった感じで食べるのかなっていう気がするんですけど、このカジュアルの雰囲気でね、その一流の和牛が食べられるって、それもまた珍しいですよね。そうですね、和牛ということで、国産牛とは違いまして、はい、和牛には4種類ありますんですけれども、黒毛和種、赤毛和種、日本短角種、無角種という4種類あるんですけれども、はい、そこの中の黒毛和種を当店では使わせていただいておりまして、国産牛ではなく和牛を使うというところにこだわりを持ってやらせていただいております。なるほど。和牛のことをね、知り尽くした店長が焼かれるお肉っていうのはすっごく気になります。そうですね、美味しいです。ちょっと食べてみたいななんていうふうに思うんですが、はい、出していただいてもいいですか？ぜひ今からお出しいたしますので、はい、ご賞味ください。よろしくお願いします。うわーうわー、店長もう匂いだけでご飯何杯でもいけそうです。そうですね、私今、はい、そうですね、これがサーロインですね。サーロインの、和牛のサーロインです。でこちらからですね、オニオンソース、トリュフソルト、醤油になりますので、わさびをつけて好みでお召し上がりください。いやもうこの音といいね、この中の色、もうたまんないですね。もう見てるだけでよだれ出てきそうです。そうですね、熱いうちに冷めないようにお召し上がりください。では早速いただきたいと思います。ではいただきます。肉汁がすごいです。やっぱり最初はお塩でいってみたいと思います。見た目からしてジューシー、おいしい、すっごいお肉が甘くて、噛めば噛むほど肉汁がどん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 出てくるんですよ。焼き加減も本当にちょうどよくて、さすが和牛を知り尽くした店長です。おいしい。じゃあ続いてオニオンのソースもいってみたいと思います。これはたっぷりつけた方がいいですかね。見ました、今ほろって噛み切れた、柔らかい。そしてこのオニオンソースが濃すぎないんですけど、すごい玉ねぎが甘くて、もうこれもね、お塩もすっごい美味しかったですけど、このソースもそしてお肉も本当美味しい。すっごいジューシーなんですけど、
ペロッていけちゃいますね。ではもう一つお醤油でもいってみたいと思います。一気に、なんていうんですかね、あっさりというか、さっぱりして、これは味が3種類あるので、順番にいくと、全く飽きずに、ほんとペロッといけちゃいますね。ひよー。もう、ずっと食べてたい。幸せ。さあステーキを店長いただきましたが、もう私今すでにもう本当幸せなんですけど、なんともう一品いただけるんですよね。そうですね、次はハワイ料理の中から、アヒポキ丼という、マグロとアボカドと、玉ねぎを使いました、アヒというのがマグロで、ポキというのが、ハワイ語で、サラダという意味なんですけれども、日本のようなサラダではなくて魚介類と合わせたサラダという意味で、女性に非常に人気のあるアヒポキ丼というのを召し上がっていただきます。盛り付けも本当にね、さっきのステーキもそうだったんですけど、お花がついてて可愛いですね。ありがとうございます。そこにこだわりもつけまして、出させていただいております。ではこのアヒポキ丼もいただきます。どうぞ。ありがとうございます。いや、この見た目にもとっても可愛らしいアヒポキ丼いただきます。この、真ん中の卵を潰して食べるのがおすすめということなので、あ、色がもう綺麗。このね、アボカドももちろん乗せていただきます。これも女性は絶対好きでしょう。アボカドトロトロで、マグロにもちゃんと味がついてて、でね、ここに玉ねぎが入ってるんですけど、すっごいシャキシャキした食感がアクセントになってて、で全部をこう卵がうまいことくるんで、めっちゃ美味しいです。店長、和牛のサーロインステーキとアヒポキ丼、最高でした。どうもありがとうございます。お肉は本当にジューシーで甘いですし、どん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 いけますし、アヒポキ丼もマグロとね、アボカドと、そして卵と玉ねぎと、もうね、たまらないですね。他のメニューも全部食べに来たいっていうふうに思いました。本当にありがとうございます。またぜひですね、当店ご来店いただきまして、すべてのメニューご賞味いただければと思いますので、ぜひ制覇したいと思います。ではご覧になっている方で来たいなって思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うので、じゃあご覧の方に一言最後にいただいてもいいですか。はい、木屋町でですね、和牛とハワイアンの店ということで、営業させていただいておりますので、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。お待ちしております。ありがとうございます。では、営業時間と営業日教えてください。はい、営業時間は、夕方6時から朝の6時まで、定休日は月曜日となっております。ではアクセス方法をお願いします。はい、阪急の四条河原町駅から、徒歩3分京阪の祇園四条駅から徒歩5分となっております。アクセスもいいですし、少人数での貸し切りもできるということで、この居心地のいい晴れさんにぜひぜひお越しいただきたいなと思います。店長、今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。では、最後に決めポーズをお願いします。京都ネット TV!